場所の準備ができたら銀山市さんの笠鉾の登場です。銀山市の笠鉾、武金出世鯉と言われております。自治会長永田末信さん、実行委員長高木忠弘さん、他役員一同のご挨拶です。金色に輝きます出世鯉、実はシャチなわけです。荒波を、ね、飛び越えていくような姿が、この笠鉾を作ったのは、有名な写真家上野彦馬のおじいさん山本泰助だと言われております。最近、実行委員長の高木さんの調べで分かった新しい史実なんです。この町は非常に、上野彦馬が育った町でもあって、彦馬と縁のある町でもあります。そしてこの笠鉾のタレですけども、今年新調なさってます。今からそれでも200年以上前の絵にもですね、これと全く同じ図柄が描かれている、そういう古い伝統を守っている町でもあります。笠鉾組、笠鉾の棟梁岩屋の鈴田雄一さん、岩屋組の皆さんです。そして社切りは、平野地区平尾康美棟梁、you
岩井みのりさん、ありがとうございました。さあ、さきびきの入場です。朝が早かったのか眠ってる子もいます。それでも子供だけでなくお母さんの綺麗な着物にも拍手を送ってください。先引きに続いて末太鼓の入場、そして山車の入場となります。石橋翔一郎、再振り後ろ田俊彦、沢村健太郎、高田圭介、高田裕子、永田和信、湯藤正則、山本誠二。さあ、入場を待ちましょう。坊花、井出田良介、白山翔吾、高田信弘、中村博史、今田明宏、中村義成、小崎敦史。
担ぎ手、足立、天田、飯谷、池の上、岩頭、岩永、岩村、上野、江崎、大串、大島、岡田、岡藤、小川、門崎、川場、川村、桐谷、雲山。担ぎ手を続けます。桑原、佐竹、佐藤、柴田、島田、島中、高木、田中、室谷、蓮見、畑、林田、樋口、広瀬、松崎、松本、松山、三本、宮崎、宮田、矢内、山口、山村、横山、吉田、吉野、力久、渡辺、以上の担ぎ手です。さあ、末代行をご注目ください。眠った社長を起こす末代行です。
は昇龍という曲でした。昇龍です。末代と笠純一、古賀の智明、大野大輝、広瀬銀次、広瀬琴次、西田直、荒木真美、伊藤穂奈美、溝口寛太、この9名でした。写真代表にもう一度拍手を。末代表の皆さん、お疲れ様です。さあ、そしてお待ちかねの社地太鼓です。今清めをされている高木さん、実行委員長の高木さんは平成12年の時の長財ですね。自治会長の永田さんは平成5年の長財。町内の経験者が見守る中、シャチ太鼓の陣立ちです。お願いします。中央2人の大花の動きに注目ください。
白鉄砲さんに合わせて持ってこいきましょう。持ってこい持ってこい。持ってこいの掛け声お願いします。担ぎ手のエネルギーになります。去年の4月からトレーニングをしていた男たちです。さあ金谷さん戻ってくれるようです。さんお願いします。長財石橋翔一郎、再振り後ろ田俊彦、沢村健太郎、高田圭介、高田優子、永田和信、湯藤正成、山本誠二、次手にご注目。おお、いやいや、拍手をお願いします。まだまだ回ります。お待ちにどうぞ大きな拍手、いよいよの掛け声をお願いします。この後の歌もじっくりお聴きください。お客様、歌に聞き惚れるだけでは困ります。持ってこいの掛け声お願いいたします。白鉄砲さんに合わせて大きな持ってこいの掛け声お願いします。Yeah!
ありがとうございます。戻ってくださるようです。さあ拍手で迎えましょう。宮町さんありがとうございます。頑張ってください。まだまだ頑張ってください。伝説による宮町シャチ太鼓、天空を目指す蓬莱のシャチが黄金の竜となり人々に吉祥をもたらすというこの宮町、皆さん大きな拍手でお送りしましょう。宮町さんありがとうございました。宮町さんどうぞ皆さん大きな拍手をお願いします。宮町さんありがとうございます。